逆さまですよ。この間マックでご飯食べてたら、席たくさん空いてるのに隣に座ってきた金髪壁眼のお兄さん。でかいリュックを下に置いておもむろに本を取り出した。某大型書店のカバーがかかった本は日本の桜の写真が載っていた。おー綺麗だなと見ていると、次のページがめくられ、そこは全部文章。ちょ、コーヒー吹きそう。お兄さん、それ逆さまだよとかツッコミ入れなきゃダメか。いや、ここは空気読んでスルーすべきか。悶々としていると、はいと笑うお兄さん。一人？はい。僕ね、ドイツから観光できてるんだ。日本いいところだね。ありがとうございます。お兄さんは学生で日本語を勉強して、今回は初の日本旅行らしい。ならばここは全国民を代表して突っ込まなければならぬであろう。そうなんですか。楽しんでらしてくださいね。ところでその本、逆さまですよ。嘘、あららら、ごめんね。実は日本語まだちょっとしかわからない。でも着物着てる人の前でカッコつけたかったんだよ。そうですか。誰でも間違いはありますよ。日本語の勉強頑張ってくださいね。ちょっと和んだ小春日和だった。お前は本当に何人だ。半数が外国人の社員寮在住。寮に来日5年になるドイツ人 S がいる。薄らでかい割に日本人の中に埋没するタイプが多いドイツ人の中でも、日本への順応度がトップクラスのそいつに夕飯の後声をかけられた。なあ、今度はインド大使館に行く？ん？ああ、桜バザールね。行くつもりだけど一緒に行く？桜バザールは九段下のインド大使館で行われている桜祭りのこと。うん、ずっと行ってみたかったんだ。ん？今まで日程が合わなかったとか？いや、あれって日本とインドの文化交流だろ？ドイツ人の俺が行っちゃいけないみたいな気がしててさ。でも俺も結構日本に慣れたし、おばちゃんに道聞かれたりするようになったから、そろそろ行っても許されるかなと。一昨年は門前まで行ったけど入れなくてさと恥ずかしそうに言う S になんか和んだ。先日カレーとなんとインド舞踊を堪能してきたが、帰りは千鳥ヶ淵まで歩いてたこ焼き食べようぜ。屋台のソースの匂いって狂気だよな。ってお前は本当に何人だ。